ハイチーのずっともでーす。あの最後入ってくるときに見てたんですけど、みんなハイチーには手を振ってたんですけど、ショッカーには手を振ってくれてなかったんですけど、一回振ってもらってもいいですか。ありがとうございます。皆さん、ハイチーさんは自己主張っていう、いや、そんなに隠して自己主張はないでしょ。出てるの目だけです。目しかない、開いてないから、全然主張してないと思うんですよ。ちゃんとマスクしてるって、はい、めちゃくちゃ苦しいじゃん。今、2人がかりで繋いだ締めてもらいました。そうね、はい、どうしてこの格好なの。これはいただいたんですよね。ラストの回、トラゴロのケスターのシャッターと言われてて、まあ、その絡みでショッカーの人と言われてました。ずっと着れてなかったんで、まあ、今日、フナッシーの誕生日イベントでちょうどいいなと。ちょうどいいか手に入れてきました。はい、似合ってますかね。いただいて、ずっとお店に眠ってたんですけど、はい、今日評判良ければ札幌にも持っていこうかなと思ってます。
しまいますと後ろのお友達お写真撮れなくなってしまいます。ずっと画面見てますとお家でね YouTube 見てるのと変わりませんので、せっかくでしたら生の果実を堪能して帰ってください。そんなところかな。はい、おいしょっか。はいおいしょっかでなんかそんなところで、はい、はい、もう7時回りましたね。はい、本番に行こうかな。そうですね、うん、じゃあ楽しくやっていきましょう。じゃあゴロちゃんも、はい、一回戻りましょう。はい、はい、ではそれではね、皆さん今日の主役現れましたら盛大な拍手でお迎えくださいね。よろしくお願いいたします。大福みたいな、大福みたいな、いったんハウス困らないってね、あとね、いっぱい大役がありますからね、ふたなしにはね。あとショッカーもね、はい、はい、大丈夫かな。ショッカーは本編には登場しませんので今のあたりお楽しみください。写真だけ見た人何のイベントか分かんなくなるからね。でもさ、分かる82って言ったのは
去年はね、去年の今頃はあの皆さんの前でお祝いできなかったから。あ、そんな知らない。そう、あれは配信で言ったのっけか。そうです、そうです。あ、そうだそうだ。まあ、なので、ね、今年もまだね、ちょっとコロナ続いてる中ね、うん、皆さんね、あの来ていただきました。本当にありがとうございます。爪先にちょんついてくる。はい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 。しかもセーッって言ったら、はい、普通の
そう、しばらくしたらさ、うん、もう全身にしばらくしてもえぇ、ー、手先じゃなくて手先なんか早いなって言うと背中とかも全部、このままもうガバッシュになりつつあるから変身したのかなって思ったけど、うん、ようやくこの最終回で腫れが引きまして、まだそれかと思ってですね、細かいとこに今は大丈夫だもん、今ツルツルだもんね、もうこれ大丈夫でしょ、よかったな、見たことね、あんまりブツブツしたらね、本当に走ってるっていうかね、ほっぺにかろうじて残ってるぐらいね、まあ、そういうのもね、再び。いや、暑かったもん。ちょうど
梅雨の晴れ間みたいなのが来て、はいはい、30度ぐらい近く上がって、むっちゃ暑かったでしょ。なんか一時期すっごい真夏みたいな来た時あったんで、その頃だったよね。そのぐらいですね。その暑さにも耐えながら、納得いくものは取れたんでしょうか。いや、もう、皆さん、本当にね、たまにツイッターでは上げてますが、すごくいい写真撮れましたんで。はい、かわいい。
愛いムーゴルとフニャシも登場してくれまして、ここからはですねフナッシーお兄ちゃんの1883歳のお誕生日一緒に盛り上げていただきたいと思います。でははい、なんとここからフニャシーとフナゴロにフナッシーへのバースデーお祝いメッセージを用意してもらいました。はい、今日フナッシー後ろのスクリーンを見ていただきたいんだけど、おそらく真ん中に立ってるとあのお尻をね向けちゃうので、はい、両サイド行っていただきまして、ここからフナッシーへのお祝いメッセージをご紹介いたします。はい、まずフニャッシーからメッセージ、フナッシーへフニャッシーよりということでいただいてます。ご紹介しましょう、こちら。おめおめかわいいなシンプルですな。1階19番19列3番。
回13列1番の梨友さんは、はい、おめでとうございます。てっけれー、はい、これありがとね。じゃあ、ふにゃ2枚いこうか。たま今さ、画像に行っちゃいますよ。ほんね、
バスキャラー、チバジェでしょ。チバジェって美味しいですね。チバジェって優勝したね。ミッチーが
覚えてないので、私から代弁いたします。今回ふにゃ
刀や角、携帯ゲーム、いつも同じ姿勢でいるであろうトゥンに座ってできるストレッチを紹介したいと思うにゃっし、はい、あら、偶然にも皆さんの隣の席も空いてますね。ぜひ皆さんも一緒にやってみようにゃっし。ということで会場のお友達もぜひ一緒にやってみてください。楽しい。はい、じゃあ今日はですね、特別にふにゃぼんの振り付けをしてくれて、ふにゃにダンスを教えてくれているゆかりん先生にレッスンをしていただくにゃし。おー、はい、スクリーンの方をね、ご覧ください。あ、こっちね。はい、じゃあこちらです。皆さんこんにちは、ゆかりんです。ナッシーさんの1883回目のお誕生日おめでとうございます。今日はふにゃちゃんからお祝いがありまして、ふなっしーさんにお誕生日プレゼントを用意しました。ありがとうございます。それでは、これからみんなでストレッチをしたいと思うので、素敵なプレゼントを受け取ってください。はい、ということでストレッチ始めます。Thank you.
ちょっとマイクが入るかな。あ、うん、大丈夫かな。あ、ファイアーキュー。コロどうだった？すごい良かった。良かった。ひなちゃんの可愛いダンスをちょっと一部真似できたみたいで、うんうんうん、可愛かったよね。ふにゃんさ、みんなの演技的どうだった？あ、見た、バッチリ。おー、バッチリ。ラストマンのバッチリ。みんなバッチリということですので、マイクを手ごといかがだったでしょうか。まあ、すっきりしないね、このご時世ですけども、みなさまの健康を願って、ストレッチ。イエーイ。レッグボー。はい、おつずっと健康でいてね。配信見てくださってる
まずいんだという方ご自身で隠してください。それ以外の方、最上級のスマイルで一緒に写りましょう。
のご案内を座席の方からご提出お願いいたします。まずはですね、1階の11列から後ろの那須智さんご提出お願いいたします。本日はありがとうございました。お手元ないようにお願いいたします。そして、2日目楽しみですね。南船橋にもまた新たなスポットが、ね、できるということで、私も早く行きたいなと思うんですけどもね、楽しみましょうね、ぜひね、これからも。あれしよっか。まあいいか、また気が向いたら準備してもらいましょう。はい、皆さん気をつけてくださいね。ちょっと雨もいいかな、気をつけてくださいね。なんか思ったよりね、雨も降らなくって、来るときはね、大丈夫だったんですけど、台風がね、この時期に近づいてるっていうところだったので、皆さんお帰りの際、ぜひ気をつけてください。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫、皆さんをお見送りしてからいなくなりますので、しばらくおります。じゃあですね、続いてご案内するのが1階の残りの皆様となりますので、ご準備お願いいたします。1階10列より前の那須智さん、ご案内いたしますので、お待ちください。